フィンランド、ハメエンリンナのハメ城。城は敵を防ぐために土や石で堅固に築いた建物、設備。主に近代以前の軍事的な防衛施設を呼ぶ。戦闘拠点であるとともに、食料や武器や資金の備蓄場所でもある。主要な城は、犠牲者や指揮官の住居であり、政治や情報の拠点であった。純防衛用として産地に建築されることも多いが、街道や、 河川などの交通の要衝を抑え利用することも多い。城の一部、施設を、館屋等、城壁、堀、城門と呼ぶのに対し、全体を指し示す場合には、城郭とも言う。敵との境界線に近い前線の要塞を、出城と言い、主戦場を指す語にもなる。ヨーロッパ、中国などの大陸では、都市を囲む城壁と戦闘拠点の城塞とを区別する。城という漢字自身、 本来は前者の城壁都市を意味する。しかし、日本においては城壁で囲まれた城壁都市が普及しなかったこともあり、主に後者の城塞の意味で使用される。本校でもこれを説明する。城には一般的に次の機能がある。ただし、規模によってはどちらか一方を各く城塞も存在した。城は軍事拠点を指す語だが、同様の目的で建設された。 近代以降の施設は主に基地などと呼ばれる。この線引きは明確ではなく習慣的である。古代山城の石垣日本の城は古代から江戸末期までに平地や丘陵、山を利用して築かれた。しかし日本における城は古代と中世以降で使われている土木、建築技術や用途が多少異なる。現在までに城と言われているものは中世から 明治時代までに築かれたもので、武家や城主などが日本国内の敵対する武力集団から守るための防衛施設である。古代日本では城を木と読み、柵の字も用いた。柵は主に大和王権が東北地方に設置した政治行政施設を併設する防御施設を意味する。城は水木や大野城のような西日本に点在した古代山城や 防壁の類を意味する。これらは663年の白月の絵の戦いに、敗れた山東権が敵対した東や白木からの進行を想定して、滅亡したくだらから日本に亡命した人々の指導によって築かれた防御施設で、半築土類の外郭城壁を持つ特徴があったが、後の中世以降の追記技術へとは継承されることはなかった。中世、戦国時代では、 小高い丘陵や山などに角という平地をいくつか設け、その車を柵や土塁で囲ったり、切り岸といって、斜面を急に加工して、下の角から上がりにくくしたり、掘り切りや縦掘りという根を分けるように切った堀などで、他の角からの侵入を困難にしたり、区分けをした。角の入り口を小口と言い、その小口に門を設けたりもした。大抵は、主角、二の角。 三の角という風にクルワを名付ける。金星城郭の建築と水堀戦国時代中頃まで弓矢や槍が中心だった古来の戦い方に新たにポルトガルから伝わった火縄銃が加わったことで兵や建物に防弾を考慮する必要が生じた。小田氏や豊臣氏の台頭する時代から徳川氏が政権を樹立した江戸時代までの城は、 こうした重機に対する策として内部に石や瓦礫を入れた分厚い土壁や主に寺院に使われていた屋根瓦、銃弾の届きにくい幅の掘り、そして石垣が多用されることとなる。土類の方が銃弾や砲弾の衝撃を吸収しやすいが、傾斜を急にしにくかったり、威圧感が薄かったり、崩壊しやすく、城壁や矢倉などを作るには不向きであるため、多用されなかった。 五稜郭はこの辺を考慮して土塁の城になったと考えられる。城地の選択も主力であった山や山岳からより利便性の高い平地や平地に近い丘陵にも多く気かれるようになった。山城の麓に館を営んで生活や政務を行っていた城主や領主はそれまで有事の時にだけ籠もっていた城内に生活の場所を移すようになった。 この城郭の利便性の追求と建築の高級化は、寺院建築や住宅建築の特徴を多く取り入れ、日本城郭特有の天守のような重層な柔らの要素を持った老郭建築を発生させた。このように、城の外観には戦うためだけのものというだけではなく、内外に種の権威を示す目的も含まれるようになり、 現在まで日本で見られるような独特な形式の城となった。グスクの石垣と建築群鹿児島県の奄美諸島及び沖縄地方の城はグスクまたはスクと呼ばれるものである。12世紀沖縄地方に点在していた領主のアジの居城で城内にウタキやウガンジュと呼ばれる沖縄地方特有の振興施設を持つ。 もともと聖地のような土地を取り込んで築かれている。宮間時代に多くのグスクが築かれ、現在までに見られる多くのグスクはこの頃のものである。土木や建築の技術、特に石垣は日本内地の石垣とは異なり、琉球石灰岩を加工した石積みの石垣であって、外観も曲線をなして角さえも丸みを帯びている。また、中国や朝鮮半島で、馬面や、 記事と呼ばれる横屋係の出張りや、縄文においては、廃炉や、石像のアーチ門が見られるなど、日本内地の城郭建築とことにする箇所が見られる。建築物では、日本城郭の二重倉や、天守うな高層建築はなく、ぎっしりと建てられた、社殿のほか矢倉としては、門上の倉のみである。城塞の技術は、15世紀から16世紀の火薬、大砲。 銃の活躍によって大きく変化した。有志以来の防護設備、砦、城、要塞の基本は壁と塔であった。壁により敵の侵入を防ぎながら塔から高さを生かした攻撃を行うもので、重力を利用すれば弓矢の威力は増し、単なる石や丸太も武器として利用することができた。攻撃側は壁を壊すための器具を工夫したが、 いずれも大掛かりで時間のかかるもので、守備側の優位は固かった。しかし、大砲、銃が使われ出すと、火薬を使った銃弾の威力は高さの優位を減少させ、大砲により高いが、比較的薄い壁は容易にぶち壊されるようになった。このため要塞と城の機能は分離されるようになり、要塞は高さより厚さを重視するものになり、永久要塞としては星型要塞が、 野戦要塞としては、残壕が主流となった。一方、城は防衛機能より居住性や壮大さや豪華さを重視した優雅で窓の多いものが作られるようになる。フランス語のシャトーは日本語で城と訳されているが、省エン主によるものは城郭というよりは、イギリスアイルランドにおけるマナーハウスに相当する。古代リメスの最北端。 ハドリアノスの頂上帝とローマのアウレリアヌス、城壁中近東を含めた地域では、文明が起こり都市が形成されるとその周囲に城壁を巡らしていたが、これは町の防護と戦時の拠点とするためだった。古代ギリシアではアクロポリスが作られ、その影響を受けたローマ人も戦時は丘に立てこもった。こうした様相は、当時文明の中心であった地中海周辺ばかりでなく、 例えば、ガイウス・ユリウス・カイサルのガリア戦記には、謙遜な地形に築かれた、ガリア人の都市を攻略する様子が、たびたび登場するように広く見られるものである。首都ローマにも、都市を守る城壁である、セルウィウス城壁が築かれていた。また仮説であるが、ローマ軍団は、進軍した先で十分な防御能力を備えた陣地を構築しており、これも城の一種と見ることもできる。 高級的な基地としては、テベリウスの親衛隊の兵舎が挙げられる。古代ローマの前世紀になると、もはや侵入できる外敵が存在しなくなり、都市機能の拡大に合わせて、城壁を拡大していく必要がなくなった。ローマ帝国の防衛は、国境線に築かれた防壁リメス並びに軍団及び、補給物資を迅速に投射できる、ローマ街道等の輸送路の維持によって行われていた。 しかしながら、ローマ帝国が衰退する4世紀頃以降、ゲルマン人の侵入に対抗するため都市に城壁を築いて防衛する必要性が生じた。ローマ帝国最盛期には城壁を持たなかった首都ローマも、全周約 19km、高さ 8m、厚さ 3.5m のローマンコンクリートで作られたアウレリアヌス城壁で防御されることになった。城壁の素材は、 地域や時代、建築技術の程度によって様々で、日干しレンガや焼きレンガ、石、木、土など様々である。なお、ガリア戦記に記されているガリアの城壁は木を主体としたものであり、北西ヨーロッパに本格的に石像建築が導入されるのはローマ海港のことである。ローマ帝国の最盛期には強固なローマンコンクリートで城壁や塔が作られるようになっていた。 このように古代地中海世界を含めて10世紀半ばまでのヨーロッパには厳密に城と呼べるものは存在せず、主に都市や国を囲んで防御する城壁や塔が作られていた。中世モッドベイリー城各都市、チッタデラ西ローマ帝国の消滅後、古代ローマの建築技術は急速に失われ、土類並びに木造の塔や柵が再び主流をなす時代が訪れた。 10世紀、農業技術革命による生産力の上昇に伴い人口の増大と富の蓄積が始まると、それらを守るための施設を作り維持する社会的余裕も生まれた。またカロリング町、フランク王国が衰退、分裂して、中央の支配力が緩み出し、ノルマン人やマジャール人の侵入が激しくなると、各地の領主は半ば自立して、領地や巨漢の防備を強化し始めた。 当初は、館と付属施設の周りに、直径50メートルほどの塀を作り、堀を掘る程度だったが、10世紀の終わり頃から城と呼べる建築物を作るようになった。多くは、木造の簡易なもので、代表的な形態が、モッドベイリー型である。平地や丘陵地域の周辺の土を掘り出して、堀を形成し、その土で小山と丘を盛り上げた。小山は、 粘土で固めてその頂上に木造、または石造の塔を作った。この丘はモットと呼ばれる。また丘の脇、または周囲の付属地を木造の外壁で囲んで貯蔵所や住居などの城の施設を作った。この土地はベイリーと呼ばれた。これは非常に簡単に建築でき、100人の労働者が20日働けば建設できたと考えられている。 このような城は、東西は現在のポーランドからイングランドやフランス、南北はスカンディナビア半島からイタリア半島の南部までの広範囲に広がっており、特にフランスで多く使われていた。また、ほとんどの町も城壁を有する城郭都市となった。古い町の中には古代ローマ時代の城壁を再建、補強して用いた場合もあった。 集中式上郭クラックでシュバリエ城集中式、上郭ロンドン島11世紀には、天守や外壁が、石造りの城が建築されるようになるが、石造りの城は、建造に長期間かかり、費用も高額になるため、王や大貴族による建設が中心であり、地方では木造の城も多く残っていた。石壁には四角い塔が取り付けられ、壁を守る形になった。 12世紀の十字軍の時代には、中東におけるビザンティン、アラブの技術を取り入れ、追記技術に革新的変化が見られた。集中式城閣と呼ばれる城は、モットの頂上に置かれた石造りの脳型体の、天守とキープが、同心円状に配置された二重、またはそれ以上の城壁で守られていた。内側に行くほど、壁を高くして、 外壁を破られても内側の防御が有利になるよう工夫されている場合もあった。石造りの城を攻撃するためには地下道を掘って城壁を崩したり工場塔や波状土を使う従前の方法だけでなく12世紀後半には十字軍が中東から学んだカタパルトが使われるようになる。投石機は5 0ラムの石を2 0 0ル余り飛ばすことができるものもあり。 14世紀末に大砲に、その役が取って変わられるまで白攻めの中心的兵器であった。この投石機より飛来する石段の衝撃を一し吸収するため、脳型体の塔は多角形を経て、円筒型になり、また壁の厚みも増していった。代表的なものに暗くでシュバリエ城、ガイアール城がある。カーテンウォール式城郭、ビューマリス城カタパルトと並んで弓矢による、 攻撃技術も発展したが、城に立てこもった防御側の抵抗手段は、塔の上から石や熱した油を落とす程度のものであった。12世紀後半になり、塔や城壁に矢ざを設けて、クロス棒を用いて反撃を行うようになった。城壁には壁面から突出する半円形の塔を廃し、そこに矢ざを設けることで城壁に取り付く敵兵に左右からいかけることが可能となった。 こうして、城の軍事的機能の中心は、天守塔から、側棒等を排した城壁に移行していった。ついには、城とは強固な城門と、側棒等を排した城壁そのものとなり、城壁に内設する形で居住スペースなどの建物が、配置された。この様式の城のことを、カーテンウォール式城郭と呼ぶ。ここに至り天守塔の軍事的意味は消滅し、強固な城門である。 ゲートハウスがその役目を担うことになった。だが、上司たちは、天主党の持つ支配と権力の象徴性を重視し、天主党を建てることに固執した場合もあった。近世星型要塞、ブルタング要塞のイシュバンシュタイン城14世紀に建てられた、フィンランドのサボンディンナにあるオラビジョウビザンツ帝国では、ギリシアの火と呼ばれる火炎放射器が使われていたが、これが、 西ヨーロッパに広まることはなく、14世紀頃に中国から伝わった黒色火薬の製造技術が大砲の製造を可能にした。当初は短鉄の棒を円筒型に並べた固定したものや、製銅の胃物を用いた大型の大砲が作られ、15世紀中頃からは航路技術の普及で中鉄を用いた中型、小型の大砲が大量生産されるようになる。 15世紀の砲弾には策略や進化はなかったが、初速が大きく水平に近い軌道で飛ぶ砲弾の破壊力は大きかった。高い建造物は大砲の標的となったため城壁は高さよりも厚さを重視するようになり、さらに地下に掘り下げて建設され、地上からはその姿を見出せないような要塞型の城となっていく。この形の城は最終的に 星型要塞となった。これに対して、王孔貴族の住居は、国境から、はるかに離れた、安全な地に防衛機能より居住性や、壮大さや、豪華さを重視した、優雅で窓の多い城や邸宅が建てられた。また、地方の中小貴族層は住居と、所領経営の拠点である小型の邸宅に住むようになった。現在のヨーロッパの城のイメージは、 金星に建築されたこれらの軍事機能を持たない城や邸宅によるものである。もっとクラフ城はインザー城と左右のベイリー中世において城を構築する平地や丘陵地域の周辺の土を掘り出して掘りを形成し、その土で盛り上げた城の中心となるために作った小高い丘のことをもっとという。または自然の地形を利用して既存の小さな丘を用いることもあった。 この丘の上には当初は監視所が、後に塔が建てられて城を防衛する上で、戦略上重要な場所であった。一つの城には一つのモットが標準であるが、林間城のように二つのモットが作られた城もある。ベイリー・ベイリーとは、モットと共に堀や咲く、城壁で囲まれた木打ちの区域。住居施設や倉庫、防御施設の他武器を整備する工房や、 旧地教会などが建てられていることもあった。一つの城に二つ以上のベイリーが作られていることも多く、防御区画や異なる旧地機能の区分けとして用いられていた。中庭と表記されることもある。キープキープとは中世ヨーロッパの城で中心となる建造物。モットの頂上に建てられ、当初は木造の塔が後に石造りの塔が作られた。日本語で 首都、王都、天守都、またはフランス語読みのドンジョンと表記されることもある。初期のモッドベイリー式の城郭であっても、モッドの頂上は少なくとも木造の屋来で囲まれており、時には塔や他の構築物で囲まれていることもあった。これらの木造の構造物が11世紀から12世紀頃には、キープと呼ばれる石造りの建築物となった。 多角形の石造りの外壁で囲った包囲建築物であるシェルキープが初期に多く見られ、後に2から3階建ての低い建物ホールキープ、さらには3階以上の高い塔タワーキープや、それに小塔をつけたもの、12世紀中頃には4つ、洋型、12世紀後期以降は多角形のものが建てられるようになった。また15世紀頃以降、タワーハウスと呼ばれる、 居住空間をも包含した小型の城のような形態も現れた。城壁城壁とは、城を包囲して防御機能を果たす幕壁及び城壁等、保留などの一連の構築物のこと。初期の単純な形の城壁は、城壁上部の保老に狭間付き京壁を備えた壁で、しばしば狭間窓が設けられていることもあった。工場技術の発達に伴い、 城壁の構築技術は13世紀頃にかけて頂点に達した。城壁には壁面から突出する半円形の塔を廃し、そこに矢ざを設けることで城壁に取り付く敵兵に左右からいかけることが可能となった。幕壁部分の下部に傾斜面を設けることで、掘削による壁の破壊を難しくし、工場塔が取り付きにくくするとともに、 この傾斜面が幕壁を分厚くすることで砲撃に対するより高い抵抗力を持つようになった。幕壁には一定間隔で塔が作られ、塔の戦術上の重要性が認識されてくると、その間隔は短くなっていった。この塔は防衛目的のために作られた側棒塔のほか、戦術上有利な地点に設けられたタレットや張り出し、矢倉、主に居住空間を提供した。 居住塔などがあった。一部の城では城壁や塔の頂上部に屋根状の木造構造物をかけたものもあり、これを矢倉という。城には少なくとも一箇所の城門があり、一基の塔内部に門が組み込まれている場合と、一から二基の塔が門の脇を固めている場合のいずれかであった。13世紀になると城門とキープの機能を兼ね備えた楼門が作られるようになった。 この楼門は双子の円筒型の塔の間に四角形の居住用建物が追加されたものが多かった。城門を閉じるために跳ね橋、落とし格子及び門扉が備えられるのが一般的であった。さらに防御機能を強化するため門の外側に要塞化した商法が設けられることもあった。古代オリエントでは上記のヨーロッパの項目にあるように城壁で囲まれた都市国家が成立した。 その後、ローマ帝国によって併合されると、やはり上機通り高級的な要塞ではなく、ローマ街道による機動的な防衛により、大規模な城塞は建設されずにいた。しかしやがてイスラム勢力が台頭し、ローマ帝国の勢力が衰えると、ヨーロッパとは異なる進歩を歩み始めた。城は軍事技術だけでなく現地の犠牲者と結びつく、関係上、 文化的な際から逃れることはできなかった。イスラム教圏は様々な地域にまたがるため城の建築は現地の文化を取り込んだり、逆に現地に影響を与えた。アルハンブラ宮殿、トルヒーリ城、アンウェール城、ラールキラー、トップカップ宮殿、ルメリッサールなど広範な地域で著名な城が建設された。美術面での違いを除けば、 中国やヨーロッパの城と同じ区画法に備え、塔や城壁を持つ点で、全体的には似た部分も多い。民進大皇帝の居城、紫金城中国における城とは、本来城壁のことを意味し、都市や村など居住地全州を囲む防御施設を指すことが多い。そのため、中国語では、都市のことを城主と言い,い、欧州や日本に見られるような城は、城穂という。ちなみに、 城壁のことは白小という。大規模なものは宮殿など支配者の住む場所を囲む内情と都市全域を囲む外情に分かれており、内情は城、外情は核と呼ばれ、合わせて城郭と言われる。辺境では北方騎馬民族の侵入への備えとして万里の頂上を発達させた。また、城とは呼ばれないが長大堅固な城壁を持つ要塞として、 交通の要所に置く管が重要である。城壁は当初、反築による土壁であり、東長安城の城壁も全長2 7トルに及ぶ長大な土城であった。時代が下ると、さらに城壁の強度が求められ、現在中国各地に行こうとして残る秋代以後の城壁はその多くが堅牢なレンガ造りである。城壁の上部は、 城壁が往来可能な通路となっており、城壁に取り付いた敵軍を射撃するために、と呼ばれるスリットの入った土塀が備えられていた。城壁は一定間隔ごとに、馬面という土市部を持ち、これが掘呂の役目を果たして敵を側面から攻撃するのを助けた。城壁には市外に出入りするための城門が設けられていた。石造りの土台をくり抜き、 トンネル城としてというその上部に木造重層の楼閣が建てられ、その上には門の名称を記した変額が掲げられた。城門はその奥が二重構造となっており、城門の手前に敵を食い止める目的で半円形の昇格が設けられていた。これは亀城と呼ばれ、洋の東西を問わず普遍的に見られる防御構造であり、日本城郭ではマ型古行がこれに相当する。 外敵が城内に攻め入るためにはまず、この亀城で足止めされることになるため、城兵は城壁や野郎から銃撃を仕掛けることができた。中華人民共和国時代に入って、地域拡張のため、また近代化の妨げになるという批判もあり、ほとんどの都市では城壁は取り壊されたが、西安や平遥かのように保存されている都市も多い。 李氏朝鮮の縄文うる三城朝鮮半島の城は、朝鮮固有の形式である山城の他に、中国の影響を強く受けた、都市城壁を持つ、友城の二形式があるが時代が下るとともに、友城へと移行した。しかし山がちな地政城、完全な友城は少なく、山城との接中形式のものが多く見られる。文読、継承の役で、日本軍の行為に耐えた、城、 また一旦は、日本軍の攻撃を退りけた陳樹城は、その接中形式のものである。現在の韓国水原市にある水原城は、李氏朝鮮の独自性を狙った造りだとも言われる。井上秀夫の調査によると、韓国の城郭市は、原始時代から現代に至るまでで、総数1,806条あり、文献と遺跡とが一致するのは381条で、あり。 全体の21%とする。また文録、慶長の役で、南岸域を中心に、日本軍が作った日本式の城も多く存在し、それらは和城と呼ばれている。日本式の総石垣作りで、日本国内の城と同様に矢倉や城門、塀を建て並べ、天守を上げた城もあった。現存する城は、戦闘時や城主の居住に供されるだけでなく、 県政を固示するために遺装を凝らして建てたものも多く、残るため地方の観光資源になっているものが多い。フランスにおけるロワールの古城巡り、ドイツにおけるロマンティック街道は城が観光資源となっている例である。城は史跡や文化遺産でもあるため、見学者の立ち入りをどこまで認めるか再建、修復時に 歴史上存在した状態と観光面での利便性をどう両立するかが常に課題となる。熱海城のように一度も存在したことがない城郭が現代になって新築された例もある。財団法人日本城郭協会が昭和49年度の事業として4月6日を城の日と定めた。平成4年に全国的な普及キャンペーンを行い、現在では各地の城でも 天守の無料開放などの行事を行うことが多くなっている。この日は多くの城で桜が咲く頃でもある。一般社団法人日本記念日、評議会に平成25年公式認定されている。姫路市は4月6日を白の日と定めている。1990年から姫路城を中心としたイベントを行い、通常は公開されていない矢倉の内部の公開などを している。日本城郭協会は2006年に日本百名城を2017年に続日本百名城を選定した。地元住民や観光客にとっての人気度に加えて歴史的な重要性、復元における正確性、保存状態などを基準としている。ありがとうございます。